で、そういうふうな恨みつらみを込めた歌で、万年勃起の社長さんっていう一番セックス歌の、あ、馴れ合いの拍手どうも、あの一番最初に作った歌があるんです。で、昨日なんかあのサンリーズカで、あの警官が3人死にましたけど、そのうち後で香川緑が出てきて、お国のためになると命を捨てないようにとか、なんとかどうせ言うでしょうけども、で、あのその機動隊に一昨年の 10.21 の時に、あの機動隊の前でこう We shall overcome ってやったんですよ。だから機動隊がギター壊そうと思って、この辺こう蹴りにかかった、あのギター壊されちゃたまらないから、ヘッドを持ち上げたらだって、でそれであのインポになったらどなしてくれるんだって言ったんです。でその時に旗と思い、こうセックスというのは、あのなんていうか、機動隊じゃなくてやっぱりあのもっとこう戦争の親玉みたいな人がいて、それに抑圧されてるんではないかっていうふうなことは、そういうふうなあの恨みつらみをあのいっぱいあるから歌います。あの万年勃起の社長さんって、社長さん社長さん社長さん、万年勃起の社長さん、俺たちはいつまでもインコテさん、あんたが金に任せて女を抱く時のベッドの上の台はトラストカルテルコンチェルン、あんたがそうして快楽にふけてるときに、俺はあんたの会社のコマーシャルガールがビキニ姿でテレビの中でおいらを誘うけど、冷たいブランカンにさえぎら、ちょいと立つだけでおしまいさ。万年勃起の代議士さん代議士さん代議士さん、万年勃起の代議士さん、俺たちはいつまでもインポテさん、あんたが税金ちょろまかしてありごと寝るときに、俺はあんたの息のかかった週刊誌のヌードグラビア眺めながら、マスターベーションするけれど、射精されたとの虚しさの中で同じように笑い微笑み続けてる、あモデル上だから、俺たちは楽しんだことじゃない、佐藤藩佐藤藩佐藤藩、万年ピンダチの佐藤藩、俺たちはいつまでもインポテさん、あんたがわざわざアメリカまで行ってニクソンの親父におかま掘られて嬉し泣きをする時に、俺はあんたの機動隊に大事なチンチン蹴られてインポテさ。
に取り憑かれた俺たちは、俺たちは、俺たちは、言葉に取り憑かれた俺たちは、いつまでたってもインポテさ。頭の上で考えて、口から言葉を吐き出して、他んところはほったらかしさ。それじゃ俺たちはインポと同じよ。万年勃起の社長班、第一師班、佐藤班、万年勃起のお偉方、俺たちはいつまでもインポテさ。インポテさ、立たないんだよ。でその万年勃起の社長さんっていうか恨みつらみがいっぱいありまして、で精神分析学のなんか立場で言うと、なそんなこと言うとも私もあんまりよく知らないんだけど、結局なんかこう例えばセックスに対して嫌悪感を持ってたり、それから女付き合いに対してこう嫌悪感を持ったりすると、全然自分のこうやってることに自信がなくって、でそれでなかなかこうすんなりうまく生きていけない。